今日は LP が7つほどあるんですけど、まあ、時間が余ったらあのその中でどうしても話したいことがあるという方はお飛びでさせていただいてもいいので、そんな風にしてやっていただければなと思います。で、まあ、僕はちょっとトップバッターでお話をしようと思うんですけど、球面上を踊る複素数という話をします。でこれはあの前に作ったサンプルアプリみたいなやつなんですけど、まあ、資料も今日は作らずこれだけでちょっとご利用しようかなと思います。でこれは複素数なんですけど、というか複素平面なんですけど、この、まあ、Z っていうのと W っていうのがあって、まあ、複素平面って 何かっていうと、まあ、実数っていうのは、まあ、数直線っていうのは小学校ぐらいからこう習ってると思うんですけど、まあ、まっすぐに伸びた直線上に数が並んでると。で実数っていうのはどんな数も、事乗するとプラスになりますよね。プラスかけるプラスはプラスだし、マイナスかけるマイナスはプラスになるっていうので、であの事乗するとマイナスになる数っていうのは、まあ、実数上ではないんだけど、そういうのがあるっていうふうに思う と、こういう二次元の平面に拡張された数っていうのを考えることができる。で、まあ、この軸がその実数軸で、こっちの縦の軸が虚軸というものになります。で、まあ、よくその虚数とか言われるとそんなもの話してあるのかっていうので、こうなんか不思議な幽霊みたいな数だというふうに思われると思うんですけど、まあ、もうちょっとそのエンジニア的にこう割り切って考えると、特別なちょっと特別な掛け算が入った二次元ベクトルだというふうに思えるわけです。でこの X 座標と Y 座標があったときに、 Y 座標の方の、0、1と0、1を掛けたときにマイナス1、0ってなるような演算を入れれば、まあ、それでも二次元ベクトルが複素数に、まあ、なるわけですね。でそれをその数って呼べる根拠っていうのは、まあ、さっきの群論の話とかでもありましたけど、0以外の、この原点にある数でなければその逆減が存在するっていうところで数のようにして、まあ、かけたり割ったりしたりできるっていう、まあ、そこがすごく面白いもので、それをこう平面上にこう描いたっていうのがあのやったのがガウスなんですけど、まあ、こういう複素平面というものがあります。で、これは半径1の円だっていうふうに思ってもらって、でこれ今 Z があるのがこう i ですね。ここに1があって、i があって、マイナス1があって、マイナス i っていうのは虚数対数なんですけど、でこれを今、その、事乗するっていう関数で移したのを w としてます。なので、i を事乗するとマイナス1になってるっていう、まあ、こういう手があるわけですね。で、まあ、これをこう、これってその学校で習っても、なんか、何だかよくわかんないと思うんですけど、結構動かしてみると、まあ、そんなに難しいことはなくてですね、これ今、z を動かせるようになってですね、で、これ、z がこう1のときは、友人リクエストを確認されて、Z が1の時は1の事乗だからマイナス1ですよね。でまあこう伸びていったら、これは例えば2ぐらいだと2の2乗なんで4で、まあこう1より小さくなったら、まあこう例えば 0.5 の2乗だと 0.25 みたいな、で0の時は0で、でまあマイナス×マイナスはプラス3で、こっちこうプラス4に行く。なのでこの実軸上で動かしている限りは、今まで知っているまあ、放物線をこう、なんていうんですかね、こうなってる放物線を縦に潰したような感じの動きになるんですけど、まあ、これをこの単円上で動かすと、こう、z が i に行ったときには、こう、w はこう、マイナス1に行くし、z がまたマイナス1に行くと、マイナス1かけるマイナス1で1と。で、マイナス i のときは、またマイナス1になりません。で、まあ、こんな感じになると。なんでこう動かしてみると、なんとなくその事乗するっていうのが複素平面上でどういう意味を持つかっていうのはこう分かりましてですね、でこの左下にオートっていうボタンがあるんですけど、これを押すとこうくるくる回るようになります。まあ要するにこれ見て何が起きてるかっていうのはまあ明らかで、 Z がこう複素平面上を一周する間に事乗するとそれがこう二周してるっていう感じですね。で例えばこれがもうちょっと大きいところだと、まあその長さは事乗されて、要するにその回転する量が2倍になってるっていう。なんで、事乗するっていうのは、そういう面上だとか、こういう動きになるわけです。1だけはこんな風に。まあ、こう見ると、そんなに別に複素数っていうのが特別めちゃめちゃ難しいものだっていうふうに思わないんじゃないかなと思います。で、他にもいろいろな関数があって、これはあの逆数なんですけど、今 z が i の2人です。で、その逆数はマイナス i です。で、i かける i はマイナス1なんですけど、i かけるマイナス i は1ですよ。で、逆数っていうのは、その、かけたときに1になるような数のことなので、まあ、こういうふうな対応があるわけです。まあ、さっきと同じように、こう、z が1のときを考えると、1分の1はもちろん1なので、1ですよね。で、こう、z が例えば、でかくなればなるほど w が小さくなるのは、それは半径だからですよね。例えば、z が2ぐらいだったら2分の1だし、
4ぐらいやって4分の1だし、でまあこう Z が小さくなればまたその反比例するように W がでかくなると。で一方でこれをこうガーッとこの円長で動かすと、こう綺麗にこう反対向きに動いているのが分かると思います。でこれをこうでかくしていくと Z の絶対値がでかくなれば W の絶対値が小さくなるし、まあ逆に Z の絶対値が小さくなれば W の絶対値がでかくなると。でなんとなくここをこう横切ってる感じとかを見ると、なんか反対側からこう出てきてるみたいな、なんかそんな感じが分かるんじゃないかと思います。でこれ例えばこうまた回してみると、まあその長さは逆数になっていて、こう回ってる向きが反対と、まあ、そんな感じでこの逆数というものが複素平面上で見えると思います。でもうちょっと複雑な、これは Z 乗プラス Z プラス1っていうので写した時なんですけど、まず例えば Z が1の時だったら、1の2乗プラス1プラス1なんで W は3と。でこれを回してみると、まあ、W はこんな風に動くんですけど、こう2回こう W が0を横切ってる瞬間があるのが分かるでしょうか。 W がこの辺とこの辺の時にピッピッてこう2回横切るんですけど、この時の、こう W が0になる時の Z っていうのがこの二次方程式の解で出てくる複素数なんですね。でこれはあの、1の3乗根が2つ出てきてるっていう感じです。でまあ Z が大きくなればこんな風にこうなるし、まあ、ちっちゃければこうこうなるっていう感じですね。はい、でこれが、複素平面上で、こう数を動かしたものなんですけど、まあ、これをこう球面上でやってみようというものが、これです。でいきなり球面とかって何のこっちゃ全く分かんないと思うんですけど、これはその、複素平面をまあ球面にしてしまおうと、でそういうのをまあリーマン球面っていうんですけど、で果たしてどうやって球面にするのかっていうのはちょっ と想像力を働かせていただきたいんですが、今自分はこう複素数平面の、まあ、原点に立っていると思ってください。でこっち側に実軸があって、こっち側に虚軸があって、まあ、さっきのこう単円がこう赤と自分の周りにあるといて、でそうするとその見渡す限りこう地平線がどこ向いてもまっすぐ地平線があるはずですよね。でその地平線をですね、この超人的な力を持ってこうこの平面全体をぐわっとこう持ち上げて、でその無限の部分をこう一点でまとめると、うわーってやってこうバッてやると自分がここに立っていてここにあった赤道がこう来てですね、で無限円点がこう上でこう結ばれるっていうような感じはイメージできますか。イメージできない場合は実はこの2つ後の、FT でそれをこう可視化したものがあるので、ちょっとぜひそれで見てみてください。でとりあえずこれがリーマン球面です。こう I がここにありまして、回転するとこの I の2乗のマイナス1がここにありますね。でここがマイナス I のここが1と、で原点はこの南極のところになっていて、この北極のこの無限円を結んだところにこの北極があると。でこれをまたこうくるくる回すと、まあ、さっき見たのと同じようにこうです、ね、赤いのがこう赤道を回る間に青いのが赤道を2回回ってます。これはその Z 地上ですね。球面上で見た Z 地上です。で、もっとその玉の数を増やすと、まあ、これはそのさっきやったやつをこう数を増やして見てるだけなんですけど、まあ、赤たちがこう一周する間に青が二周してるっていうのは分かると思います。で面白いのはその逆数なんですけど、まあ、さっき見たようにその単円上動く間はその、同じ円上をこう逆数っていうのは逆向きに回るっていうやつなんですけど、これをその複数並べてみるとこんな風になってですね、この、長さがこう逆になるので、こっち側の南半球側でこの南極によればよるほどその逆数っていうのはこう北極によってるんですね。だからここを回ってるやつの逆数がここを回ってるやつで、ここを回ってるやつの逆数がこいつでっていう風になっていて、これはすごく直感的というか、さっきはその逆数を取るとこう原点近ければ近いほどぶっ飛んでちゃいましたけど、これ球面にすると単純にこう何ていうんですかね、実軸でこう回転した位置でこう回るようになるっていう。でこれを見てすごく面白いのがこうゼロっていうのがあって、小学校とかでそのゼロで割っちゃいけませんっていうふうになってたと思うんですけど、このリーマン球面上で考えるとこのゼロの逆数が無限っていうことになるんですね。だから1割る0は無限大と。いうようなことが、まあ、この図では言えるわけです。まあそんだけなんですけど、まあ、でさっきの例えば Z 乗プラス Z プラス1みたいなのを考えると、まあ、こんななんか
グラディウスのなんかボスキャラみたいな。まあこんな風にこう動く。はい。まあまあ以上なんですけど、まあこんな風にその数というものをこう動かしてみてみると、まあなんか何やってるのか分かんなかったものもイメージできて楽しいんじゃないかという発表でした。以上です。では次は友蔵さん。あ、またリツイートいただきました。